今回はですね、プニプニの学校側イベントの隠しステージ攻略していきたいと思います。と、今回教室のマップには隠しステージがありませんと。で、続いて Y 学園のところに隠しステージがあるんですよね。こちら。で、こちらの隠しステージの開放条件なんですけど、ステージ23で人平くん使わんとあかんのよね。ちなみに、このさっきの教室の一番最初のステージに人平くんがおるんで、持ってない方はここでもう入手することができます。と、ハンバーガーが好物なんやな。では行きましょうか。ステージ23のところで、人平くんを使って倒す。隠されたルートを解放、そして隠しステージは一体誰がいるのか、認めんと一人よがりか。じゃあ今回妖怪ヒーロー多めパーティーにしてみました。人平くんがこれですね。オラ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 、勇ましい族。で、人平くんが妖怪ヒーローになってワールドボーイに、ってことですよね。剣豪ベニマル持ってないんだよな。今回イベントのなんかコインとか特にないもんね。剣豪ベニマル欲しいな。ミストシャドウは前回のイベントで頑張ってゲットしたんやけどね。かっこいいよね。霧隠れラント君がミストシャドウに。これ、この弾でミストシャドウになるんだな。ふいば突入では必殺技を打っていきましょう。泣いて、紫の舞。美しき勝利捧げてください。赤剣骨バジョン。そしてミストシャドウ。消えてもらう。ダークブーメラン、スーパーフィーバー、ワイルドボーイ、たそがれ乱れ打ち、デカプニを作る。クロクレディを必殺技を打てる。これで隠されたルート解放されるはず。ジンペイ君は本当変身しなくても強いもんな。コマ君もだけど。妖怪ヒーローがどんどん増えていくぜ。あと出てきてないのおるかな。もう大体今のところ妖怪ヒーロー全部出てるよね。隠されてると解放、人平くんを使ってクリアでーす。で、ここにいる妖怪が、これだわ、ブブン。メデューサっすね。メデューサはすでに登録済みいうことで、ここはスキップしましょう。で、続きまして、こちら森のところですよね。森にモグラモスがおるんですよね。で、モグラモスを倒すだけで隠されてると解放されますと。で、ここにいる妖怪、怨霊が、こちら、地獄アサシン。ダークアサシンが暴走した姿なんですよね。クックー！なんだこいつ？この森には危険な奴がたくさんいるみたい。強そうなオーラ感じるよ。どうやら必殺技に反撃してくるのか。で、必殺技の効果無効化。フィーバーゲージ吸収されちゃう。特殊能力うまく使いましょう。なんかブルポン使ったらフィーバーゲージ吸収をカットできるみたいな感じね。では、この地獄アサシン入手するまで、ちょっとですね、周回してみたいと思いまーす。ゴリゴリの特攻パーティーでちょっとやってみましょうか。はい、こちら。ブルポンにクロックレディに、ブロッケンクロックということで行ってみましょう。初見で攻略なるか。地獄アサシン。そんな強いかな？攻撃力ショーアップとか使えないかな？どうなんだろう。まず先に鉱物チェックしておきましょう。20万ぐらい。ああ、なるほど。HP20 万で攻撃800ぐらい。そこまで強い印象がないんだけど、どうなんだろう。特攻、バリバリの特攻入れてたら速攻で倒せんじゃなかろうか。クークレディの必殺技が効果絶大ということかな。速攻でフィーバー突入して、あれしたらいい感じかな。フィーバー突入しにくいのかな。ようわからんな。もうちょっとでフィーバー突入できそうだよ。反撃来るってことかな。いまいちピンときてないんだけど。攻撃力超アップして、クロックレディの流れで普通に倒せんじゃない。必殺技 G 打ったらいいよね。行きましょう。からの、クロックレディタイムバインド。これで17万ぐらいだって。攻撃力超アップとか別にせんでも、クロクレディの必殺技さえ打てればそれでええかなって感じですよね。あ、初クリアボーナス、エイリアンベルト、黒色のベルトゲット。クロクレディおったら余裕じゃない？
3周目どうでしょう。地獄アサシンドロップするのか。宙返り爆宙してページドロップ。特攻クロックレディだけで果たして倒せるのか、行ってみましょう。ブルポンとあとブロッケンクロックを外した状態ね。不思議族縛りで行ってみましょう。好物のホットドッグ for you。 どうなんだろう。フィーバーに入ればもうこっちのもんって感じなんだけど、それがカットされるんかな。カットされるんだったら最後に一気にガガガガッとふに結べばいいかなと思うんだけど、うん、一気にクロックレディを繋いでいく。もうちょいでフィーバー突入。いけるかにゃ。もうこれで勝ち確定じゃない。クロックレディいたらもう余裕のよっちゃんじゃない。余裕オブザイヤー受賞ですよね。これもう18万だし勝ち確定でしょ。あ、決まらなかった。もう一発ぐらいクロックレディ打っちゃう。タイムバインド。なるほど。ほんまにクロックレディ一体いたら余裕で勝てるわ。4周目もドロップせずか。地獄アサシン。地獄アサシンパーティーに行ったら、獲得ワイプアップなんやけどね、今回のイベント。続きまして、クロックレディを使わないで倒す方法ですね。やっていきたいと思います。どないしますかな。うまいことこのボーナス玉でデカピニを作っていきたい。シュカ様を、と、あとエンマ様をうまいこと繋いでいきたい。シュカ様必殺技 G の威力半端ないもん。シュカ様もうちょい欲しいなー、もうちょい欲しいなー。もう一回フィーバー突入したーい。もう一回フィーバー突入したらなんかいけそうな気がするーっと。どうすかね。必殺技チー。精霊バンバレアからのシュカ様いっちょ、エンマ様いっとく。最後エンマ様でとどめみたいな。なんか頑張ればなんとかいけるみたいな感じか。クロックレディなしでもゴリゴリで、ゴリゴリで頑張ればなんとかいけるみたいな感じですね。いや、クロックレディある方がめっちゃ楽だわ。22周目ようやく来ました。地獄アサシン超経験中、超経験値玉を添えてみたいな感じですけど。22周なかなか低確率っすよね。結構地獄の底までついていくぜ。意外とでかいんだよね、この地獄アサシンって。剣豪ベニマルとかとバトルしてるとき、めっちゃでかいんだよな。トリプルエースランクか。ちょっと必殺技最後チェックしておきましょうか。アサシン、声高め。パズルで獲得ワイプアップ。エイリアンチップのドロップ確率アップ。これは、すさまじくいいやん。必殺技が中央の妖怪プリン消してサボらせ。なるほどね。あんまり使わんかもしれんな。中央の妖怪プリン消してサボらせか。まあ、今回のイベントはヘビロテって感じだよね。チップ落としてくれるし、獲得ワイプアップだし。もうグラモスとバトル最後しときましょう。で、必殺技を見ておきたい。地獄アサシン。地獄アサシン。これだな。一応敵として登場するもんな。これも。ダークアサシンが暴走した地獄アサシン。地獄アサシンかもん。声が高めっていうね。アサシン。暗殺者ってことやけどね。アサシン。必殺技見てみましょう。シャドウ影縫い。影縫いの術をすることができるんだよね。で、このモグラモスがサボって割れた。めっちゃサボってるよね、今。
もう一発ぐらい打っておきましょうか。フィーバー突入しまして、ショータイムだって。で、地獄アサシン。で、必殺技、影縫い。敵の動きを止めることができるんだよね。敵の影に剣を刺して、動けないようにする。まあ、サボラ製に近い効果があるんだよな。はい、ということで、以上、今回はここまでね。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。